皆さんこんにちは、ジェイミー役の高橋風です。出演が決まってキャストの皆さんの一覧表をいただいて、あ、もうこんなに素晴らしい人たちと一緒にやれるんだなという思いと、本当にワクワクした気持ちが心にいっぱい湧いてきて、本当にジェイミーという存在が輝き解き放ってるというか、なんかすごくそのアグレッシブだし、かつ繊細だし、ボルテージがすごくあって、誰よりもすごくハッピーなところもあって、くじけたりとか挫折とかで、ジェイミー自身もいろんな人との関係性の中ですごくなんか葛藤とかをしたり、でも負けずに毎日毎日前を向いて新しい一日を自分らしく生きようとしてるなっていうのに、僕自身も勇気をいただいて、なのでこの作品で演じられるっていうのがすごく楽しみでいます。そうポップで、そうキャッチーで、すごくあとなんかちょっとファンキーな曲もあるんで、ヴィンテージな感じとかもすごく性に合っていて、あ、やるの楽しみだなっていう気持ちです。歌とダンスとそしてお芝居と、この3つの要素が掛け算のようにこうわーって積み重なって、本当にステージ上で弾けるのかなって今想像しています。前回デスノートミュージカル出演させていただきましたが、栗山民也さんや横田栄司さんはじめ、本当にいろいろなアドバイスだったり寄り添って力をくれたので、その経験を絶対に生かして、そして来てくださる人にいろいろなものを、いろいろな感情を、感動をもう届けたいなっていう思いでいます。僕は個人的にリンさんの歌とかがすごく好きで、この人と一緒にやれるんだなっていう思いもありますし、ちゃんとジェイミーとして稽古も実りのあるものにいたします。そして必ず皆さんに笑顔と勇気を届けるので、おこがましいんですけれども絶対見に来てください。お願いします。